今週も始まりましたゲームウェーブなんですけれども、今週はレギュラーのですね、週刊ファミ通浜村編集長ですね、フロリダまでピーナッツバターの買い付けに行っておりましてピーナッツバターを買いに、その代わりゲストは強力な方をお呼びしております、はい、明日12月2日発売、ドラゴンバラーのですね、プランナー兼ディレクターのお林ゆきとさんです。よろしくお願いします。せっかく出演なのにね、腕を骨折してギブスをつけちゃった。違いますってこれ。今夜のゲストは古き良きナムコゲームを愛してやまないお林ゆきとさん。そんなお林さんの超自信作がこちら、名作ドラゴンバスターの流れを組んだ剣と魔法、そしてドラゴンが織りなす壮大なドラマを描いたアクションゲームなのだ。これは実際にゲームのオープニング、うわすっごい、めちゃくちゃタンがすごいよくできてるよ。プルプルしてる。うわ、使ったものなんですか。使ったものでございますよ。それ変じゃないですか。僕あのドラゴンバラーのオープニングのムービー見ましたけど、はい、ものすごい綺麗なのね、ものすごい綺麗なんだけど、で一応僕も CG ちょっとやるんですよ。ありがとうございます、はい、ちょっとやるんですけど、なんでCG なのになんで本物があるんですか。いや、だから CG と一緒に実写を含めた、まあ、特撮部分も含めたオープニングを作ろうと今回は。そうなのだ、ドラゴンバラーのオープニングムービーは実写と CG の合成によって作られているのだ。今夜は特別大サービスで実写と CG が合成される前の映像も見せてやるぞ。どうだ、こんな映像見たことないだろう。7桁いっちゃいました。これだけで。いやいや、あと手とか足とかありますんで、あとお城とかいろんなものが。7桁いっちゃいました。 7桁の一番上の位。いや、そこは言えない、ちょっとそれ。おいおいおい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。だからこれ何年分も取れちゃいますから、すごいことになってるなこれ。ありがとうございます、まあ、それだけ力の入ったはい、オープニングムービー。日々の生活で携帯一月5000円、映画でデート3600円、ピザ L サイズ3000円、ゲーム1枚5800円。ランドネット月々2500円。64をもっと楽しくするランドネット、 64DD にソフトが6本も付いて、インターネットもやりたい放題。月々なんと2500円。詳しくはこのマークのお店で。64はい、ループス、おいでおいでおいで、はい、ループス、この犬はループスと言いましてね、非常に珍しい種類なんです。ほら、よく見てください、背中に武器をしょってますね。虫を撃つ習性があるんですね。ブン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 、よしよしよし、ここでも撃ってますね。任天堂64スターツインズ、はい、ありがとう。64クリアカラーで新登場。じゃあ次は強アクションの話に行ってみっか。まあ基本的には横スクロールしながら敵を倒して進むっていうことですけれども、結構まだ俺の分かったとこだけでも、しゃがんで攻撃だと上突きとか、それからあと何やったかな、ジャンプして R ボタンですかね、ジャンプしてしゃがみを押すと、ジャンプしてしゃがみを押すと、そう、カブト割りとか、ドラゴンバスターの技ね、懐かしい技が、はい、ドラバスだと2段ジャンプ後に剣ボタンであるので、2段ジャンプ後に押して R1 押してますと垂直ギリが出るんですよ。これね、今ね、そのドラゴンバスターをやったちょうど僕らの世代は、あったあったっていうのが、同じ技なんですよ。で、あの
っと三角ボタンを押していただくと分かるんですけども、はい、三角分かりますね、はい、何にもないでしょまだ、うん、これあの左側マジックって書いてますけどこれあの全体的にマジックが8種類はいはい、はい、で全部で魔法技8種類はい、はい、でレベルもどんどん上がっていきますとはい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 、はい、でこちら側の右側の方には自分がどんどん取っていった、まあ、お金もそうなんですけどもね、はい、あのどんどん伝承していくアイテムがガンガン増えていきますんでほー例えばワインを拾ったと、うんうん、ワインって寝かすとすごいでしょ次の世代、うん、次の世代って感じで、うん、なんか後半の方で売ると高いんですよあワイン寝かせシステムが寝かせシステム子孫寝かせシステムこれ今までなかったですからねワイン寝かせシステムはねありがとうございます本当にもうでもうある程度高いワインになったら川島直美に飲ませるとうんちを垂れやがるそういうドラゴンは何体ぐらいいるんですか2桁あそんなにいるのいやでも2桁っつってもそのねあのモーションや攻撃方法の違うドラゴンがいっぱい出てくるのだの皆さんの熱いご要望にお答えして戻ってまいりました、はいまあ、初めての方もいると思いますのでルールを説明しますが浜さんの体にどれだけほくろがあるかというのを調べて今日はの年末年始、はい、やっぱりみんなどういうソフトを顔を洗って考えてると思うんですよね、はいはい、それをちょっと探ってまいりました惜しいですよねドラクエ発売が延期になっちゃいましたからねこの冬ということでしか発表されてないんですけども、はい2月ぐらいまで行っちゃうんじゃないですかね11月14日付、はい、堀井雄二さんのプライベートホームページで、はい、もうダメっぽいって書いてありましたよ11月14日付ってこの収録日から考えたらだってほんの数日前ほんの数日前じゃないですかその段階であのかなり厳しいけど頑張るよと1日3時間しか寝てないし、うん、まだストーリーつながってないけど頑張るよとダメじゃんほんとに大変だと言いたいですよポケットモンスターがすでにもうあの発売日の段階で180万本出したんですけども、はい、でもね予約が300万入ってるんですよぶっちぎりでしょぶっちぎりですでに180の後12月の頭の段階で60万本で年内で500万本出荷できるんですけども、うん、これは台湾の地震の影響でねなかなかどれだけ揃うかというのはそうかそうかそうか部品によっては台湾で作ってる部分があるからできてるんですけどももうチップが足りないはあそうか CD ロムとかじゃないですもんねそうですねこの15分ほど前にですね、うん、12月の29日に「ドラゴンクエスト」が伸びた日に、うん、シェンムを出すことが発表になったんですよえシェンムいつ出るの12月の29日え嘘嘘大春だったんですけども、うん、急遽あの12月の29日発表することが決まったんですよ、うん、いやだからねこれ面白いのはですね、ドラクエ買うぞってこうお金持ってたわけですよねはい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 、はい、ところがドラクエ出なくなったんですよ、はい、でどうしようかなスポーンとここにこうシェンムが入ってるでしょそうそうそうましてドラクエお年玉で買えばいいやって感覚だからでしょここにシェンムが入って他のソフトもドラクエの影響でみんな数少なくはいこんな売れないだろうドラクエがあるだろうと思ってたのがバーッとこれの数がずっと上がってくる可能性があってね、うん、あそうかそうかドラクエが来るから避けてたりドラクエが来るから少し制限してたりしたものがドラクエ来なくなっちゃったから、うん、すごい荒れるわけだここはだから D の食卓なんてねあドラクエが大来たやったと思ったらバンッシェンムが来たイーノさんまた X が何もしてくれないって言い出しますでしょ本当に俺に対してケアが悪いって言い出しますでしょね今年だからすごく面白いですよ例えば今年のクリスマスプレゼントはドラクエにするからって言ってた人も多分いると思うんですよ、うん、十分いますね十分いると思うんですよ、うん、そういう人たちのお金がどこに流れるからですよねレジェンド・オブ・ドラグーンがやっぱプレイステーションの RPG ということでは近いところにありますしね、うん、パラサイト・イブとかこの辺に行くかなあとおばあちゃん間違えてドラゴンバラー勝てちゃったりしますよねああドラゴンクエストと間違えてそうそうドラゴンクエストってメモしてたんだけどよく読めなくてドラゴンって言ったらその時ほらドラクエが出てればドラクエ買えるけど、うん、出てないからあドラゴンバラーですねってお店の人も言われちゃうからドラゴンバラーの売り上げが伸びますよ本当にすいません、ね、おばあちゃん子供荒れるでしょうねファミコン買ってこいってのにファミリーベーシック買ってきた時に大暴れでしたからねそれと同じぐらいにはもう、うん、もう子供はおばあちゃんには辛く当たるようにできてますからなぜかねそうですね続いてあの例のコーナーに行きましょう賛否両論カムラ言ってくれはいそれでは今夜のウェブビーナスの登場ですどうぞジュエリー22歳
昔スーパーマリオワールド RPG にハマってました。はい、金田さんもう、はい、もう金田さん本名なんですか。本名でございます。あ、まあ、じっちゃんの何かけでも頑張ってこのお姉ちゃんの体のどこかには4つのキーワードが書いてあるのだ。ゲストのお林さんは好きなところを2つ選んでいいんだぞ、はい、さあお林さん、はい、あのどこから行きましょう。はい、お父さんが一番眠りたいところですよ。すいません、じゃあバストお願いします。バスト、素直な性格ですね。ようござんす。バスト行ってちょうだい。はい、オーダーバスト。上、あ、上ですね。上ちょっとあった、ちょっとあった。右乳上。あ、ほぐろ1、2、あと48個。あ、あった、今あった、今あった、今あった。そこだ、あったお林ベスト5。リブラブル知ってる？面白かったですよね。あのね、あのボーナス面ではね、これ10円玉をいっぱい用意しといてね、その宝箱の上にパッ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 って10円玉を置きませんでした。一瞬テカテカって光るんですよね。そうそう、チラチラチラって、そこを覚えなきゃいけないから。あとヤギオがうまかったの覚えてる？ヤギオ、ヤギオ、二組のヤギオ。ああ、いや、うちにいないんですよそんなヤギオ君は。本当、顔がヤギに似てるからヤギオっていう。白ヤギさん。ここまでわかった。巷を賑わすポケットモンスター金銀の必見データを大公開。そして発売迫る対策 RPG レジェンド・オブ・ドラゴンを徹底攻略。情報最速週刊ファミ通。月刊ファミ通ブロス、アニメの原点は漫画にあり、自爆粉好評連載中。君ならどこに貼り付ける？特製シールもついてくる。自爆粉なら月刊ファミ通ブロス。コミックスも発売中、今すぐゲットだ。64手に入れた武器を自在に組み合わせて、君だけのロボで戦え。ロボットアクション RPG任天堂64カスタムロボ、君は最強コマンダーになれるか。64クリアカラーで新登場。お林さんが選ぶイケてるゲームベスト5。第4位はディグダグ。地面を掘って岩を落としたり、森を打ち込みモンスターを倒すのだ。あ、何、はい、ディグダグは、うん、やっぱり、うん、縦穴落としがいいですよね。縦穴落としね、ちょっとこう、あのちょっとこ、なんでお前そんなこと参加してんだよ。知ってるから。あ、ディグダグ好きなんだ。好きだったんですよ、お兄ちゃんが好きだったから。おいくつでしたっけ。え、いくつ。私は今22です。 22?でもナムコットでディグダグあったから。ありましたね、ファミコンで。いや、ほんとファミコンのカセットのディグダグ、すごい出来が良かった。でも分かんないんだろうけども、今頭大きなハテナで。金田一すごかったよな、あのナムコットのディグダグはな。すごい気持ちいいな。気持ちいいんですよ。気持ちいいんですよね。第3位はシューティングの金字塔ギャラクシアン。敵キャラが急降下してくる最新システムに驚いた人も多いはず。ギャラクシアン、ギャラクシアン、あのやっぱその当時インベーダーが主流じゃないですか、うん、でインベーダーってなんか塊のままガシガシガシって動き回って、なんじゃこれって思ってたんですけども、うん、あれがキラキラ光る星は流れる天然色でも、なんだよ、また近代一タイムかよ、うん、何よ。曲が、はい、違うのが流れるの。違うのが流れる隠し曲。あ、それちょっとあのファミコン版で、うん、そうあのね、うん、あの本当裏技であったんですよ。開発者がもう入れちゃったやつってやつで。え、何？ファミコン版だと、うん、裏技で違う曲流れんの？ここまで詳しいとは、超ゲーマー金田一恐るべし。やばいんですよ、それ。そんなコアな情報なんだ。それ本当にやばいっすよ。あります。俺知らなかった。なんで。第2位は巨大なドラゴンに話題騒然、ドラゴンバスター。垂直見ると兜割り、みんなマスターしたよね。そして第1位はアクションゲームの名作ドルアーガの塔。60階建ての塔を突破し、囚われた恋人を救うのだ。ドルアーガって一番最初そのゲームセンターで出た時って、はい、わけわかんなくなかった。なんだこれって感じじゃないですか。要するになんか今で言うと隠しコマンドをずっと探るみたいなゲームじゃないですか。
隠れキャラを出し続けるみたいなゲームじゃないですか、はい、あの頃のゲームって普通に敵を倒せばいいっていうだけだったのに、はい、何これと思って、俺割とやんなかったんだけど、ハマる人っていうのはガンガン金つぎ込んだでしょ。本当にもうよく言われるけども通りなるぐらいお金つぎ込んで並べて、ドラーガの塔の上に100円玉で塔ができたぐらいでコンティニューよっしゃよっしゃって感じですよ。ゲーム業界最新のトピックス、トビツニュースエキスプレス。今週のトピックスはこちら。明日発売のドリキャス用ソフトサンライズ英雄館の開発室を直撃取材。初発売のサンライズ英雄譚とはどういうゲームなんでしょうか。はい、ですね、サンライズ英雄譚、まあサンライズっていうのは、はい、ガンダム、ボトムズをはじめとするアニメーションをずっと作り続けてるアニメーション制作会社なんですけれども、はい、そのサンライズのですね、うん、今までの作品の中から、リアルロボットと呼ばれるものを、うん、抽出しまして、はい、一つの作品にしちゃいましょうと、うんうん、惑星サンライズを舞台にアムロやシャアなど歴代人気キャラクターたちが総出演する RPG。 ロボット同士の戦闘では 3DCG を駆使した華麗なアニメーションが見られるぞ。ですからもう皆さんには一つ、うん、あのクライムボックスって何回も来るんですけど、はい、そのうちの一箇所、あのちょうどもうガンスのさっき言ったガンダムのキャラが出てくるクライマックスの部分一箇所、はい、お教えしましょうって感じですね。基本的に戦闘はあの母艦を落としたら終わりなんで、はいはい、いかにして相手の母艦を落とすか、うん、はい、いかにして自分の母艦にダメージを食らわないようにするかというのが、あの戦闘の基本であります、ね、はい、で実際あのバトルの方はこういう形で相手を倒すところによってそのバトルは終了で、また次にどん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 お話が進んできますと。でそこで話が進むにつれて、あの自分たちの仲間をもうどんどん集めていきましょう、でロボットもいっぱい揃いますよ、キャラもいっぱい揃いますよって言って、さらに今回のこのゲームのですね、本当の目的であるですね、友達との対戦につながるわけなんですよ。そう、このソフトのもう一つの楽しみ方、対戦モード。こちらはストーリーモードを進めていくことによって増える新たなユニットや仲間たちを使ってオリジナル部隊を編成し、友達と対戦ができるのだ。君だけの史上最強の部隊を作ろう。そうですね、将棋やチェスとか、うんうん、そういうような感じでの相手との考えをぶつけるというか、うんうん、そういうような要素っていうのが自由度を高くしてできるようになってますので、うん、本当にもう自分がどういう戦略を立てて戦うかっていうのもまたバトルの一つの楽しみではあるというところですか。あのさ、そこにあるさっきから、はい、あのガンダムのお人形がですね、ちょっと気になってしまうんですけども、あ、発売後のキャンペーンの見本品ですね。見本品ですか、はい、だから超レアアイテムなんですよ。じゃあその超レアなアイテムをください。お願いします。なんとご覧の超レアアイテム、キャンペーン用フィギュアを10名の方にプレゼント。宛先は番組の最後に。走れ、あ、動きが欲しそう。なんとこの回PS2 の新作タイトルを制作中とのこと。詳細は次週のこのコーナーで。続いてはビートマニアアペンドフィッシュミックスの最新映像。今回はゲーセンで人気のアーケードモードはもちろん、 PS 版オリジナルのボーナスエディットも搭載。収録曲は前作をはるかにしのぐ49曲という驚きのボリュームなのだ。しかも今作では新たにハイスピードモード、サブンモードも登場。さらなる広がりが加わった奥の深いプレイが楽しめるのだ。この冬公開のディズニー映画ターザンをモチーフにしたアクション。アフリカの密林を舞台に木に登ったり、密猟者たちをナイフで攻撃しながら映画のストーリーを忠実に再現した14のステージで大冒険を繰り広げるのだ。ジャングルを駆け抜ける爽快感がたまらないぞ。1990年度の J リーグ一部二部入れ替え制のルールにのっとり、最新の選手データでリアルなプレーが楽しめるサッカーゲームの最新作。サッカー少年を J リーガーに育てるシミュレーション、サクセスモードも楽しめるのだ。美しいグラフィックにアクションの要素をプラスした話題の対策 RPG。 主人公のダートが仲間と共に剣や魔法を使ってバトルを繰り広げながら広大な大陸を旅していく。攻撃の時タイミングよくボタンを押すことで多彩な技を繰り出すことができるぞ。大海原を舞台にした人気シミュレーション RPG のシリーズ第4弾。プレイヤーが
それぞれ境遇の異なる3人の主人公のうち誰を選ぶかによって全く違ったストーリーを楽しむことができるのだ。7つの海域に眠る秘宝を探し出し世界の海を制覇せよ。強化スーツをまとった特殊部隊を指揮してミッションをクリアしていくシミュレーションゲーム。単に敵を全滅させるだけでなく人質を救出したり基地に潜入したりとミッションは多彩。戦場を調査して得た情報をもとに戦略を立て任務を遂行していくのだ。操作が簡単でありながら自由度の高いプレイが楽しめるアーケードで圧倒的人気のサッカーゲームがいよいよドリキャスに登場。リアルなグラフィックでゲーセンの迫力がそのまま味わえるのはもちろん、オリジナルモードでは実際のワールドカップと同じシステムで楽しむこともできるのだ。残されたキーワードはご覧の3つ。選べるのはあと1個。さあさあどれにする？じゃあお尻ってことで。お尻ってことで、お父さんお尻が大好き。オーダーヒップ。そうか、おもうでもちらっと今言ったら、あ、お尻が分かりやすい。右上、そう近づいてだんだんちょい右、足、行き過ぎ、そこだ。浜さんのいい、浜さんのいいってことは、浜さんのいい話なんですけど、いないじゃないですか。今日フロリダにピーナッツバターの買い付けに行ってますから、あ、VTR が撮ってあるということで、あ、じゃあ浜さんからの VTR、こちら、ご覧ください。シュガーミツの浜です。今日はあの収録の方に行けなくてすいません。お林さんはですね、本当にすごくこう腰が低い方なんですけど、才能にすごく溢れてましてですね、なんて言いますかですね、あのみんなをすごく楽しませる素養ってすごく持ってますね。彼自身そのもう堀坂口宮本の時代じゃないと、いつまでああいう人たちが上に行ってもしょうがない、俺たちの時代なんとかしようというふうにね、常日頃から僕に言ってくれてましてですね、それを聞くとあの本当に、あ、未来のゲーム業界楽しいんだなって思っています。おそらく次の世紀を担うゲームデザイナークリエイターは、彼を筆頭とするグループだと思っています。お林くんって僕が呼べるのは今のうちだけだと思いますけども、ぜひ、彼のですね今後に期待したいと思います。いやー、レアな話でしたね。あの浜村編集長に日頃お林さんは、堀坂口宮本の時代はもう終わったと、もうお林時代が来るというふうに宣言してるということですけども、いや、まあ僕はまあ堀坂口宮本時代もまあしばらくは続いて、それと同時にお林さんも来ると思ってるんですけども、終わりましたか連中。ニューリーダー対ナウリーダーのなんか新日構想みたいですね、これなんか。いやだけど、それぐらいの気合はあった方がいいですよね、やっぱりその僕らみたいにゲームをやってた世代が今ゲーム作る方に来てるわけじゃないですか。そうですよね、はい、もう全く同い年なわけで、僕ら本当にゲームセンターに入り浸りの世代ですから、はい、それがこういう風にゲームってなったらいいな、こういうゲームが欲しいなと思ってたものを作れる環境にいるわけですから。そうですよ、本当にドラクエの1だって、なんかもうお金足んないなと思ったらなんかバランス悪いわけですよ、だからやっぱゴールドもいるとかぐる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 やっぱ寝ながら眠いと思いながら金貯めるわけじゃないですか、あんなことさせちゃいかんと、やっぱり。あ、なるほどね、はい、今のは堀有事批判なんですけど、すごい勢いで。すごい、いや違いますね、ユーザーの目に立った。あ、そうですよね、そうですよね、いや、ファイナルファンタジーの1なんて、あの最終ダンジョンすごかったじゃないですか、高くて、でしかもあのショップのシステムがね、あのなんすかポーション、はい、ハイポーションとか、あの、ま、フルに回復したやつなかった時代ですから、はい、なかったですね、しかも1個ずつしか買えないんですよ、はい、最後のダンジョン長くて敵いっぱいいるからポーション99個買わなきゃいけないと、大変なんですよね。ボタンをですね5000回ぐらい連打するんですよ、ずっと。スクエアは批判ですよ。いやいや、だからお林さん一人で今スクエア何作ってたのユーザーの、ね、今目から。でもそういうのをね作る立場になっちゃうと忘れちゃうこととかあるじゃないですか。あります、ね、でそれを忘れずに作ってもらうと、なんか僕らもまたなんとか二重三重にハマれるゲームができると思いますんで、はい、頑張ってね、お林さん。ジュンキャス、ガンダム、ボトムズ、サンライズ歴代の英雄がここに集結。雲海隔てる七大陸を巻き込む壮大なストーリー。天野瀬握るシチュエーションリアルバトル。ハイクオリティ CG で展開されるメカアクション。サンライズ歴代の英雄たちによる新たな伝説が始まる。対戦型ロールプレイングゲーム。サンライズ英雄譚12月2日発売。試合がまさに今。この興奮を手に入れろ。アーチャーストライカー2。もうすぐキックオフ。ジュンキャス。
きる魔剣 X。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いやしかし、はい、あの今日の番組で、うん、俺が改めて気づいたこと、うん、まあ、本当にゲームのこと知らないな。はい。はい、はいかよ、お説教じゃねえんだよ。あの子はよく知ってたな、あのウェーブヴィーナスの金田一さん。金田一さんもう買いましたか、いますか。いや、いますよ。あ、金田一さん、ちょっとよかったら。伊集院のこの一言でこの後川村にとんでもない悲劇が。あれとあの入れ替え戦、あのゲームで対戦して、うん、もう負けたらウェーブヴィーナス、ゲーム、バズル系のゲームなんかない。ちょっとじゃあちょっと課題出してくださいよ。何が課題。課題、うん、ゲームは詳しくなる、なったかどうかの課題、なん、何でしょうか。なんかそうだよね、宿題出すのもありだよね、うん、っていうか、なんでアシスタントやってるんですか。今ものすごいとこついちゃったもん、うん、絶対思ってる人多いって、ね、だってゲームの番組でしょ。そうなの。そうですね。川村大ピンチ。そこで次週より川村を鍛える新コーナーがスタート。その名も熱血ゲーマーヤミコ。ゲストカモン。今夜もファミ通より攻略本魔剣 X 公式ガイドブックとソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。そして番組特製クオカードプレゼント、全国提携の加盟店でご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。Weatherbreak。 関東地方の今日のお天気です。全般に雨の降るところが多いでしょう。東京は雨のち曇りでしょう。